オリックスベンチは山崎の守備妨害と食い下がるんですが、審判は受け入れません。中西コーチが退場処分です。ここで大栄は代打若いきっちりと犠牲フライ、オリックスを突き放します。結局この1点が決勝戦となり、大栄が4対3で逃げ切りました。オリックス連敗です。しているとはいえ思わぬ連敗のオリックス大木監督ですが、ドイツカード3連敗は今シーズンまだありません。オリックスは先発に回って4連勝の伊藤、大栄は1回村松秋山の連続ヒットで3塁1塁の先制のチャンス、国母の大きな犠牲フライで大栄先取点です。大栄2回、坊西の打球が伊藤の右膝に当たります。伊藤がベンチに下がって治療を受けている間に、一郎がマウンドに上がるパフォーマンス。4万8000人の満員のスタンドを沸かせました。1点を追うオリックスは4回、2アウト1塁で中島。今シーズン2回目の先発、藤井のストレートでした。オールスター出場で気持ちが乗っている中島の2号ツーランホームラン、オリックス2対1と逆転しました。追加点の欲しいオリックスは6回、2アウト1塁で再び中島。外角低めの変化球、ツーベースヒットとなって藤井ホームイン。7回にも追加点を挙げたオリックスは5人の投手リレーで大栄の反撃を辛くもかわし、4対3で勝ちました。3戦3勝、しかも合計3得点しか許していないマリーンズ先発園川でしたが、1回2人のランナーを背負って5番藤本にこの一発。今の勢いで一気に三かけの目論みも一瞬にして赤信号に変わってしまいます。というのも相手のピッチャーはエース工藤、そう簡単に点を取れないことは分かっていたとはいえ、好調マリーンズ打線は4回まで1本のヒットも打てません。こんな調子でズルズルと工藤の完封ペースとなりますが、ただでは転ばない今のマリーンズは9回裏に猛反撃。フランクのライトフェンス直撃のヒットでノーアウト満塁のチャンスを作ると、初芝の犠牲フライで6月10日以来の完封負けを逃れて5対1。さらに1点返した後、7番大村がタイムリーツーベース。工藤がこの後上詰めをフォアボールで歩かせると、王監督はたまらずストッパー木村にスイッチします。2アウトながら一発が出ればサヨナラの場面でしたが、代打平井はセカンドゴロ。反撃が遅すぎたマリーンズ、ホークスに敗れ今月3敗目を喫しました。よし、あとは皆さんに任せて。近頃好調の味方打線に余裕を持ちすぎたが、ジョニーこと先発黒木、1回いきなりのボークで1失点、1人相撲でホークスに先制を許します。しかし今のマリンズ打線は投手陣にとってありがたい限り、その裏例によって悠然と初球を見送ったフランコが3球目をフルスイング、ライトスタンドへライナーで突き刺さるスリーランホームラン。マリンズがあっさりと逆転します。ストライク、ボールがはっきりしていて決していい調子とは言えないジョニーでしたが、的確なプレーを見せる内野守備陣にも助けられて、4回以降ホークス打線にヒットを許さず2点のリードを守っていきます。とは言ってもやはり球数の多かった黒木、7回途中でマウンドを2番手川本に譲り完投はなりませんでした。ホークスの中継ぎ陣に苦戦していたマリンズはようやく7回フランコの内野安打などで2点を追加、ジョニーのプロ2勝目を確実なものとします。ここ1ヶ月間連敗しなかったマリンズ、7回途中から左のストッパー川本がホークス打線をねじ伏せマリンズが快勝、ルーキー黒木にプロ2勝目をプレゼントです。快進撃を終わらせないためにもマジック点灯を絶対に阻止したいマリンズ、珍しく立ち上がり良くなかった小宮山がホークスに2点を与えてしまいますが、この男4番フランコのバットが今日も火を吹きます。3回ノースリーから逆転の2点タイムリー、この瞬間にゲームは実にあっさりマリンズペースとなります。5回ルーキーのサブローがお久しぶりのツーベースヒットで出塁すると、1番西村が送ってワンアウト3塁のチャンス、続く2番平井が止めたバットでタイムリー、隙まで味方につけたマリンズはこの後再び3塁2塁として頼れる選手会長初芝がレフトへ、6対2、これで勝負の行方を決定的にします。悪いながらも4回以降ホークスに得点を与えなかった小宮山、打線がその間に点を取り続け7回を終わって12安打9得点打ちまくったマリンズが連勝、ブルーウェーブのマジック点灯を阻止しました。迎えた2位西武対していた大栄のミッチェルが今日最大打ち、空港に着いたミッチェルはラフな入れ立ち、復帰はオールスター明けになりそうです。
プレーするチームに勝ちを入れることができるのか。新潟を痛め選別を離れていたカズ山本がお待たせ、博多のファンの前に帰ってきました。日本ハムに1点をリードされたホークスは4回ランナー1塁でバッターはカズ、復帰を強くアピールするお目覚めのヒット、続くライマーがライト前へ運んでホークス1対1同点に追いつきます。その後両チーム1点ずつを加えて2対2で迎えた7回表、日本ハムはリューシーがスリーベース、ワンアウト三塁で上田監督広瀬に出したサインはスクイズでした。それで勝ち越した日本ハム、この後は先発全員安打の猛攻で得点を重ねて快勝、敗れたホークスは初登板も虚しく5位転落です。先手を取ったのは日本ハム、2回新外国人ブリトー、大栄先発内山からレフトスタンド上段に3号ホームラン、1点を先制します。その裏大栄は4番小久保、バックスクリーンに入る飛距離140メートル超特大の16号、同点とします。しかし日本ハムは5回ヒットと送りバントなのでワンアウト3塁として大栄戦に強い田口、再び勝ち越します。その後1点を追加した日本ハムは河野、岩本、金石の投手リレーで大栄の反撃を抑え3対1で勝ちました。大栄は5位で前半を折り返しています。